エジプト第9王朝は、エジプト第一中間期時代の古代エジプト王朝。メンフィスを拠点とした伝統的な統一国家が崩壊する中で、自立勢力となったヘラクレオポリス公の政権を指して、第9王朝と呼ぶ。ヘラクレオポリスは上、エジプト第20県の首都であり、ここに拠点を置く州公は、統一王朝の弱体化につれて、自立勢力となった。ヘラクレオポリス公だった。 ケティ一世は上下エジプト全域の支配権を手にして王を名乗った。上、エジプトからわずかに発見されるケティ一世の遺物から彼の権威が他の宗教たちに認められていたことが伺われる。マネとは第9王朝には19人の王がいたと伝えるが彼が名前を記録している王はアクトエス一人だけである。これは第9王朝時代の王名ケティ、もしくは アクトイに対応すると考えられる。マネトによれば、アクトエスは、以前の王盗塁より残酷に振る舞い、すべてのエジプト人に災難をもたらした。そして最後は発狂し、ワニに殺されたという。このような伝承は、第9王朝の王が何人かの宗公を倒したことに、対する反発から生まれたとする見解もあるが、史実性は不明である。一方で、 鳥の王名表では、第九王朝に13人の王を当てている。また、いくつかの資料からネフェルカラー7世という王の存在が知られている。このように、第九王朝についてわかることはかなり限られている。おそらく、ケティ1世の地世末期に、テーベコー、アンテフ1世が独自に勢力を拡大して、アビュドス近辺より、南の地域の一部を支配下に収め、 第9王朝の支配から離脱した。これをエジプト第11王朝と呼ぶ。その成立時期は、紀元前22世紀後半頃とされている。さらにネフェルカラーの地勢に、ヒエラコンポリス宗公アンクティフィが、テイベの支配者と戦ったことが記録されている。これらの政権の成立によって、エジプトで各地の宗公が分裂して争う、第一中間期の基本的な情勢が形成された。 成立以来30年余りの治世の後、ヘラクレオポリスの王朝は、第9王朝から第10王朝へと交代したと、されるが、具体的な経緯など全く分かっていない。現代のエジプト学者は、多くの場合、第9、第10王朝をひとまとめに扱っている。マネトがこれを2つの王朝に分けた理由も不明である。第9王朝の王朝は不明である。以下に挙げるのは、 鳥の王名表に記載された王の一覧である。このうち、考古学的資料によって存在が確定しているのは、ケティ一世と二世だけである。存在確定の判断は、フィネガンのものによった。ありがとうございます。